何をそんな熱心に考え込んでいらっしゃるんだ。昔は私の存在なんかに意味はないって期待すらしなかった時があったの。ただ生きてくんだって、生まれたから。今は違うのか。エノクは違ったわ。あの子はいつだって遠くにある光を見てたのよ。そして考えたの。エノクはどうしてそうできたのか、やっと少しだけ分かった気がする。辛くても耐えられるのは期待してるからよ。一体何を期待するんだ。昨日よりもっと良くなるってこと。私の人生にはきっと世界がもっと良くなるようにできる可能性と意味が存在するって。すごく楽観的だな。自然科学は世界が回っていく原理を理解したいから存在するのよ。純粋な好奇心、自分の置かれた状況を理解できない不合理さに耐えられないんでしょうね。そうやって世界を光で照らしたけど、少数だけが歩み出ていき、大多数は洞窟へ帰ったの。世界の全ての断りを理解できる明るい場所にいる人の数はあまりにも少ないわ。大多数の人はまた暗い場所へ。家庭を理解できないまま結果だけを消費して。君の言う通り、みんな衰えていくみたいだな。理解したくても理解できないものだらけだから目を閉じるんだ。あるいは俺がいなくてもどうにか転がってく世の中だから。でもそうはできない。目を閉じてばかりはいられないのよ。人間はそういう風にできてないわ。どうにか理解しようと光へと進もうとするのよ。あなたもそうするしかないと思うわ。君が人間のことをどう考えようが気にしないけど、勝手に決めたことを俺に押し付けるな。俺の未来には闇しかなかった。光なんてなかったんだよ。今は光がないように見えることもあるわ。光がないから何も見えないんでしょうね。でも光はないわけじゃないの。光は一つじゃなくて色々と種類があるから、他の光も見れるようになったら闇の中でうずくまってばかりいられないと思うわ。もちろんその光を発見した時に進んでいく人もいれば、とどまる人もいるでしょうね。俺が光へ進んでいくには息苦しすぎるんだ。しょっぱなから見えなかった光が急に見えるわけなんかないだろ。進んだところで俺に残されたものは何もない。欲しいものもな。これ以上期待したくないんだ。期待したところでな、都市では。いえ、期待するしかないでしょうね。必死で顔を背けてるだけよ。空っぽの殻は毎日誰のかもわからない返り血にまみれて家へ帰ってくる。カビ臭い空気、灰色の窓、一人で暮らすには少し広い部屋、一人で暮らすにはどこか空虚な心、明かりの消えた部屋、ソファーに横たわり際限なく天井だけを眺める。床に転がるビールの缶、宙に舞うタバコの灰、台所の水滴の音、壁の向こうから聞こえる笑い声、あの中に俺がいたかもしれないたくさんの風景、俺が失ってしまったたくさんの風景。いかなる期待すらない人の部屋、良くなる兆しは見えない部屋、期待すら抱かずに眠りにつく毎日の夜、黒い塊だけが一人いる部屋。コンコーン、腹黒小僧、そこにいるよね。どうせまた変な場所で腹いせして帰ってきて寝転がってるんでしょ。お前が断れない提案をしに来たんだけど、聞いてみない。お前は人間でもないくせに人間のこと知ってるからって、なんでそんな当たり前みたいに言えるんだよ。知ってるから、私は見たから。人間が苦しみもだえながら世界を明るくしようとした光に向かって進む身動きを見てきたから。人間はそこまで強くない、ただの塊だ。お前も塊のコピー、偽物だ。何の意味もない。願いはただの願いだ。いくら期待をしたところで願った通り手に入れることはできない。ティファレト、何なのこのざまは。ちょっと目を離してただけなのに。ローランの抱いていた心とここが共鳴したみたい。それぞれの階の指定秘書と担当領域が
感情を増幅させたのよ。だから小さなことにも耐えられずに暴走することもあるみたいで。ただの推測だけど。ある程度は当たってる気がするわ。私も不本意ながら乱れた姿を見せてしまったし、解決方法は知ってるわね、ティファレト。よろしく頼むわ。薄笑い。楽しんでる？まあそれなりには。だって私だけみっともない姿でいたくなかったもの。私には苦痛しかありません。それ以外の何者も望みませんでした。苦痛は私に忠実で、今も変わりはありません。無様な姿を見せちゃったか。ちょっとはマシになった？よくわかんないな。すっきりした気はするけど、俺でいられたって感じはしないな。わだかまりを吐き出せたみたいでよかったわね。さっきはコピーだの人間じゃないだとか吐き捨ててごめん。気にしてないわ。私はすでに誰かの記憶を含んだまま数多くの反復を経てきたの。今の私が果たして昔の私だったのかすらわからないくらいね。あなたが言ってたことは間違ってるわけじゃないってこと。でもそれは君が完全に君じゃなくなるってことじゃないのか。何をそんな深刻そうにしてるのよ。私は私のオリジナルが何であれ関係ないわ。司書という存在から抜けられなくても気にしない。私が今ここに本当に存在しながら考えられるなら大丈夫。存在するということだけでも私たちはきっとそれぞれの価値と意味があるのよ。何も期待しない俺でも価値はあるのかな。きっとあるわ。私も偉そうに話してるけど、正直言って自信はないのよね。それでも信じてみようと思うの。信じるのは自由でしょ。はあ、信じるのは自由だから。元素の起源、有効核電荷。あ、ここで合ってますか？ええ、そこに順番通り並べといて。これはこっちで、マルクとそっちにある本ちょっと持ってきてくれない？了解。難しい本ばっかだね。はあ、どうして僕たちがここまで登ってきて手伝ってるんだよ。じゃあどうしろって言うの。急に本がどっさり入ってきたのに、本を整理できる場所がもうあの高い場所しかなくて。だからって一人であの高いところまで本を移すのは難しいの。いつもはケセドとゲブラーが手伝ってくれるんだけど、今日は二人とも忙しそうだったのよ。ローランはどこをほっつき回ってるのか影すら見当たらないし。ああ、ローランならさっき上の階へ行ったのを見ました。上の階に用事があったみたいね。じゃあ僕たちは暇そうに見えたってわけか。空気読んでよね、ザク。ティファレトが初めて私たちに手伝ってほしいって言ったでしょ。昔ならあまり登ってくることもなかったから、顔を合わせるのも難しかったし、むしろ私は嬉しいけど。マルクとは一番上の部署だったからなおさら会うことがなかったよね。うん、みんなそれぞれの仕事をこなすので忙しかったから。それはそうと、お二方はどうして忙しいと言っていたんですか？ケセドはまあ他の階の司書たちもコーヒーを飲みに来てるせいで、じっとしてるのを見たこともないし、ゲブラーはさっきから目を閉じて寝てるのか瞑想してるのかわからないけど微動だにしないの。ゲブラーはここに来てから結構瞑想にふけるようになったよね。考え事が増えたからじゃないかな。うん、助けが必要だからって理由で毎回プライベートタイムを邪魔するのは申し訳なくて。だからってあなたたちを無下に扱おうとしてるわけじゃないわよ。別に手伝ってくれなくてもいいのよ。心配しないで。ネザクは不満をちょっとこぼしはするけど、ちゃんと手伝ってくれてるから。ローランの言う通り難しい本を読んでいるんですね。私がたやすく理解できないレベルの本まであります。え？あんたもあいつみたいに子供扱いしようっていうの？バカにしようとしたわけではありません。ただ
私にこんなのが理解できるのか心配してるんでしょ。あなたたちみたいにちゃんと習ったこともないだろうから。はい、その通りです。同情しようと言ったわけではないのですが、気分を損ねてはいないでしょうか。まあ悔しくはあるわね。解釈の仕方によっては私のことをバカにしてるって思うかもしれないし、イエソド、あなたがそんな人じゃないって知ってるから気にせず水に流すことができるの。でもティファレトは昔から私たちのことを憎んでたんじゃないの？上層病だっけな。それは申し訳ないって思ってるわ。その時は私も考えが幼稚だったし、私が一番正しいって思ってたから。今は違うわ。私はうまいこと働けてるけど、あなたたちもそれと同じぐらいうまく働けてるということよ。もちろん今からでも仲良く過ごそうって言ってるわけじゃないから勘違いしないでよね。私との関係を重苦しく感じないで、このままがいいの。考え方が結構変わったのね。ふん、ちょっとだけ大人になったって言ってちょうだい。とにかくイエソド、あなたのせいで気を悪くしたわけじゃないから、むしろ私の努力を認めてくれたみたいで嬉しいわね。ここにある本を全部読んで理解した後にタイトルをつけて分類したのも私だから。すごいポジティブだね。いいえ、他の人に言われたらきっと怒ってたわ。これが最後の本だからこれだけお願いするわ。あと手伝ってくれてありがとう。赤い霧の本か。赤い霧と呼ばれてた時代の私といざ対面するといろんなものが思い浮かんだんだよな。自分に直接対面できる機会はそうないよな。きっと私はたくさんの仲間を守るために剣を振るってきた。期待外れになってもみんなを救えなくてもな。赤い霧はそうだったよな。そして誰かを守るために戦える人はそういないし。赤い霧時代のカーリーとエルシャのセフィラだったゲブラ、そして今の師匠としての私、同じではないけど心だけは引き継がれている。今の状況が惨めだって思ってるか。惨めではないな。笑えるよ。皆を守れずこのざまだからな。それでも確かに私ができることをやりきったんだ。君を生き返らせてこんなありさまにしたアンジェラを恨んでたりはしないのか。しかもアンジェラは君が命を懸けて守ろうとしたものを奪ったじゃんか。アンジェラも迷ってるんだろうな。アンジェラがそれまで経てきたことを考えると、むやみに避難することはできないってのが率直な私の気持ちだ。だからあいつが行こうとしている道の果てを直接見て判断したい。それに今怒りをぶちまけたところで結果は同じになるだろうしな。怒りと復讐が受け継がれるってわけだ。まともに守れもしなかったのにどうしてそんな何事でもなかったような顔して振り払えるんだ。ずっと守って奪われて利用される人生だったじゃんか。怒り、後悔に苛まれていないって言えば嘘になるだろうな。全員は守れなかったけど、守ることができる人は守ったから。俺はお前と違って俺のそばにいる一人すら守れなかった。俺には何もない。もう何も残ってないんだよ。残ったものがあるとすれば機会だけを伺う無能で卑劣な人だけだ。いつの間にか画集の塊になった。ただ空虚な人生を見てくれだけの殻で必死に放送してるんだよ。あの日俺の世界は再び壊れた。振り返るだけの日々の始まり。目に見えるものがなかった。少しでも疑わしいものがあれば手当たり次第切り捨てた。ちょっとでも変な真似をすれば全身の穴から血がドボドボ出るようにしてやる。今すぐ吐け。知らないよ。でも認めるよ。
誘拐した人で歯車を作ったのは失敗だった。でもあれだろ、人なんて吐いて捨てるほどいるから別にいいと思ってたんだよ。それでお前は何も知らないって？そうだよ、この通りだ。まだ養うべき娘がいるんだよ。あの後ろに積まれた歯車にも家族がいるだろうな。これでほぼ完成だ。これで息子が助かるんだ。ここにある人形は全部最初から死んでた子供たちだ。結局お前も知らないのか？ああ、あのことは俺とは関係ない。どうか見逃してはくれないのか。お願いだ、私の息子があそこで呼んでるんだ。あんなもの、息子でも何でもない。くそ、完全に目がくらんでるじゃねえか。中指だけじゃ満足できないのか。偉いやつをはたけば何か出るかと思ったら、兄弟だのなんだのお涙ちょうだいかよ。情けねえな。そしてお前もだ。本当に知ってることが一つもないのか。嘘でもいいからちょっとは舌を動かしてみろ。目的を失った鬱憤晴らしに付き合う必要はない。これ以上は口をつぐむように。殺せ、そっちの方が気が楽だ。お望み通りに。ローラン、こんな暴れ狂うのは君らしくないよ。気持ちはわかるけど。死にたくなきゃこっちに来るな、アストロフォー。止めた瞬間お前も切る。どう考えてもこいつらはあの事件と関係なさそうだよ。これはただの狂気だ、ローラン。巣の中に入りさえしたら全部俺の過ちだ。殺しすぎだ。ゴミみたいな奴であれ何であれ、ここまで殺したら何が何だかわからなくなるぞ。まだだ、怪しい奴らはまだたくさんいる。数えきれないほど多くの人を殺した。そして俺の前には覚えられないほど多くの人の死体が山のように積もった。過去に戻ろうとするほど丘はより高くなって山となり、目の前の道が見えなくなった。アストルフォの言う通りだ。もう何が何だかわからなくなった。あの人の言う通りでもあった。前を見れなかった。俺は後ろだけを見ていた。俺は本当に過去の事件の糸口をつかんで復讐がしたいのか、それともこの怒りを吐き出す器が必要なだけだったのか。単純な腹いせか。そもそもこんな風に復讐をしたらその先には何があるんだ。もうそんなことは重要ではなかった。そんなことを考える余裕なんてなかった。結局俺は守れなかった。俺のせいで、あいつらのせいで、この年のせいで。守るべきものを守れなかった人には何が残るのか。殻だけが残る。いや、お前もそうなんだろ。必死で落ち着いてるふりをしてるんだろ。俺の全てを奪っていったこの年が呪わしくて、守り抜けなかった俺が恨めしい。こんな世界じゃ謙虚に自分でいられる気がしないんだ。ローラン、熱く溶け落ちそうな怒りは冷たく捨てないとダメだ。もうじきそうできるようになるさ。私の魂が深淵の底をさまよう時にも、苦痛はいつもそばに座り私を守ってくれたゆえ、どうして苦痛を恨むことができましょう。感想は、ゲブラ？ロボトミー社の私もローランと同じだっただろうな。いいえ、私は飽きるほどあなたが暴れ回るのを見てきたけど、ちょっと違うわ。そして私ともね。あのさ、二人とも俺のことをバカにしたいのか？そんなわけないでしょ。大丈夫？気分がスーって落ち着いたけど、なんかすっきりしないな。
体に問題はないよ。じゃあいいわ、気を引き締めて仕事に戻りなさい。ま、そんな気にするな。私たちもいろいろとみっともない目に遭いながら生きてきたんだし。そうだとしても恥ずかしいもんは恥ずかしいんだよ。ローラン、お前が抱いている怒りはよくわかるよ。でもそれはあまりにも鋭利な剣に似て、自らの刃に切られて血を流してるのにも気づかない時がある。だから剣をしっかりと握るのが肝心だ。次はその鋭い刃がどこに向くかだな。君の言う通り、自らの刃に切られることがないように気をつけないとな。でも俺の切っ先の向く方向は最初から決まってる。それはそれで、これはこれだから。タバコ一本どうだ。ああ、今日だけは。アンジェラ、図書館に来るゲストを無差別的に殺してまで本を得る必要はあるのかい？今まで整理してきた図書館の力を考えれば十分。生成された本を得るためにゲストの感情を高める必要があるわ。それを引き出すためにゲストは司書と大切なものをかけて死闘を繰り広げるの。生成された本、一般的に万人に大切なものといえば何だと思う？自分の命だろう。ええ、何をするにも生きてなきゃいけないから。私たちは本を得るために命というものを対価に間引いているのよ。相変わらず俺たちは意見が合わないな。まだロボトミーの時のことが頭に残ってるの？どうして忘れられると思ったんだい？職員たちを生かすことも十分できたのに、エネルギーの生成のためにみんなの命を死へと追いやったじゃんか。ケセド、それは全部台本だったわ。あなたのその思いやりにあふれた繊細な心に十分な刺激を与えるための台本だったのよ。私はただ台本に従っただけで。非難したいのなら誰を恨むべきかわかるわよね。ああ、全部台本だったよ。でももう台本はないだろ？いいえ、あの時と今は違うわ。そこは個人の選択なんて重要ではなかったけど、ここで眠りについているゲストは危険性を熟知した上で入場したの。あなたたちと昔の話をすることほど胸くそ悪いこともないわね。はあ、ここまでにしましょうか。逃げちゃったか。ピリピリしてるな。君ってほんと人の気持ちを引っかき回すのがうまいよな。あとコーヒー入れるのもうまいよ。ああケセド、君のおかげで俺が今まで飲んできたコーヒーがどれだけゴミだったか分かったし、普通のコーヒーはこれから飲めなさそうなんだよな。嬉しいね。酸味と焦げた味の違いがこんなにも微妙で旨味が出るなんて知らなかったよ。でしょ、知って飲めばもっと美味しいんだよ。俺たちが生きてる世界もそうじゃないかな。ただ俺たちが知っているものや見られるものが少ないせいで、目の前に置かれた道が全てだと思ってるんじゃないかって感じるんだ。まるで指令だけを見据える人差し指や依頼にすがりつくフィクサーのように。そういえばだけど、人差し指は本当に指令がどこから来るのか知らないのかい？多分そうだと思うよ。どこから誰がどんな意図で指令を与えているのかも知らずに従うのは本当に苦々しいね。どうしようもないだろう。人差し指が極端であれ、挙手的に見ると都市全体がどこから来るかもわからない巨大な指令で動いているようにも思えるからな。自分が求める価値すら俺のものかも曖昧になっていくし。都市がずっとこんな様子でも大丈夫だって思うのかい？大丈夫かどうかの問題じゃないよ。ただこんな風に生まれた場所で生き残らなきゃいけないってだけだ。
人々が絡み絡まって形成される巨大な流れはどうしようもない。俺は都市の話を見て悲しみに浸ることもあるんだ。昔の俺と同僚たちが経験したこと、そしてその後にやったことも含めて、俺はこんなのが見たくなくて都市を変えようとする計画に参加したんだ。それで結果は？知っての通り、都市は思ったように変わらなかったよ。ある意味ねじれのせいでもっと面倒なことになったよね。いい気味だって思う？いや、当然の結果だって思うよ。都市が変わるわけないだろ。本当に？都市の痛みがどうして繰り返されるのか知ってても？君の言う通り、都市がどうしてこんな状況になったのか知ろうとしてたら、ビタ一文すら払えないせいで組織に殺される人もいなかっただろうな。契約条件という名目で死に追いやられるフィクサーもいないだろうし、翼で消耗品のように惹かれる人もいなかっただろうな。それを知ってる上で変えられるならだけど、結局知っているだけじゃ変えられない。さっきも言ったけど、この流れは大きすぎて一人の力だけじゃどうしようもできないから。すぐさま変わるってことじゃないよ。今すぐ変えられるって意味でもなくて。何を知ってるからってそんな気楽なことが言えるんだ。ただみんな我慢して生きるんだよ。そんな余裕なんてないから。いつまで逃げてばかりでいるんだい？逃げてるんじゃない。アンジェラも君も単に自分に対して嘘をついてるだけじゃないのかい？そうするしかないって。実際そうだってのに俺にどうしろってんだよ。都市ではそうするしかねえんだよ。都市で約束って言葉ほど軽いものはあるのだろうか。約束というものも力のあるものだけができる特権だ。お願いだから、ここで見て見ぬふりしてくれたりはしないか。一体あの契約は何だったんだよ。契約を破って信用を落とせばフィクサー人生一貫の終わりってことは分かってるんだよな。もう一度ゆっくり読んでみろ。こんな言葉遊びをするだとか。だからなんでエンケファリンをくすねるんだよ。お門が立つようなことさえしなければ別に問題はなかっただろうに。お願いだよ、俺は全然知らなかったんだ。それがエンケファリンだってのも知らなかったし、王者に移送すべきだったってことも知らなかったんだよ。知ってるだろ、この底辺。次は必ず契約事務所を通せよ。お前もいつまで天狗でいられるのか見ものだな。覚えてろよ、お前も同じやり方で都市でしっぺ返しに会うだろうからな。その時はその時で、今は今だろ。手のひらを返すように変わるものばかりだった。ご存知なかったんですか？翼戦争の参戦者は巣に移住できないんです。なんだって？でも確かに参戦前は巣の移住優先権を割り当ててくれるって言ったろ。確かに郵便が言ったはずですよ。規定が変わったのがいつだと存じてらっしゃるんですか？これはないだろ。チャッチー景品交換とかでもないのに、翼のくせして、これはさすがにダメだろ。いろいろとご存知の方がどうしてこうなさるんですか？声は荒げてもどうしようもないってことはご存知ですよね。お願いだ、巣の移住権だけが頼りなんだ。本当に方法はないのか？たとえあなたでもダメなものはダメです。巨額のお金が動く協約ですから。今まで巣の移住権だけを信じて参戦したのに、くたばった奴らは一体何なんだよ。覚えてろ、経営者だろうが愛者だろうが、いや、どんな翼であれ、救いを求めて手でも差し出してみろ。掴まずにてめえらの手を切り落としてやるからな。それでもお金はきっちりもらったじゃないですか。そして次は契約事務所を経由しない取引は避けてください。まあどうせ全てご存知ですよね。くたばれ。はい、
それでは良い一日を。ごめんな、煙戦争の参戦者は末は受け付けてくれないってな。手のひら返すように言うこと買いやがった。巣じゃないけど、ここもすごく安全なのは知ってますよね。音楽の路地だなんてロマンチックでもありますし。でも巣よりは。あと私実は反対でした。巣に引っ越しするのは、翼が依頼する巣の中の汚い仕事をたくさん見たし、やっても来たじゃないですか。少なくとも巣なら道端を歩きながら命の心配をする必要はないだろう。裏路地の人の命よりは価値が高いんだよ。俺たちはそうかもしれないけど、俺たちの子は。まあここも悪くないんだって。こんなママとパパがいる子に誰が手出しするというの。そうかな。またまた顔が暗くなってるわね。やっと社会性が芽生えたのかと思ったのにな。でもローラン、私たちがこんな立派な家で家庭を築けることも奇跡なんですよ。知ってるじゃないですか、フィクサーたちの人生を。あと念のために言っときますけど、何があっても全部あなたのせいじゃないってこと分かってますよね。そんな風に考えないでくださいよ。何余計なこと言ってるんだよ。こうでも言っておかないと、一人で極端な考えをするのが目に見えて。はい、約束。俺あんまり約束しないの知ってるだろ。さあ約束、約束。確かなんだよな。あ、君を信じるよ。何の連絡だったんですか。昔の友達覚えてるか、オリビエ。当然覚えてますよ、同じ事務所の同期だったじゃないですか。その友達がちょっと手を貸してくれって。まさかフィクサーの仕事。ああ、うん、急に手が必要らしくて。心配するなよ、危ない仕事じゃないから。頭数だけ揃えればいい仕事っぽかったから。場所は25区。寒い場所に行くんですね。そこのパジョン美味しかったの覚えてますよね。帰りに一つ買ってきてください。俺に拒否権がありますでしょうか。誰よりも早く行って帰りますよ。あとありがとう、行くのを許してくれて。もう何人も残ってない、あなたの友達を失わせるわけにはいかないですからね。他人の窮状から顔を背けた。俺と俺の家族をより優先すべきだったから、俺の窮状に背を向けた者たちを呪った。お互い痛みに背を向けたまま行くべき道に進むのみ。この状況にて誰を責めることができようか。みんな生きるため都市の苦痛に拍車をかけるのだろう。ローラン、いつまでも逃げることはできない。俺もわかってる。このふざけた世界が恨めしくても、この地を踏みしめて周りと同じように稼いで食い縁をつなぐべきなのは知ってる。どうしようもない、一人でこのクソみてえな都市は変えられねえんだよ。ただこういう風に回っていくんだよ。事実を知ってたとしても、固く決心したとしても、俺がこの流れに逆らうことはできない。どんなに悔しくても嫌でも、生きるためにプライドなんて全部投げ捨てて床に這いつくばって納得しなきゃいけねえんだよ。年はこれからも変わらない。人間がいる限りきっと年は変わらない。俺が生きるために誰かが傷つかないといけない。それが日常である場所なんだよ。恥にかさぶたができて豆ができなきゃ生きていけない場所だろう。ああ、苦痛よ。汝は決して私から離れぬゆえ、私はついに汝を敬うに至る。恥ずかしいのかもわからないまま、背を向けて逃げてばかりの時期があったんだ。自分でそれっぽい嘘をついてただけで、逃亡者はいつまでも逃走者。自分につけた烙印は消えなかったんだ。
俺がどうしようもできなかったことに対する恥ずかしさ。俺も抜け出せなかったんだよ。知らん奴の苦痛は俺のせいじゃない。それはそれで、これはこれだから、どうしようもできないことはどうしようもないんだ。うん、どうしようもないことだから。そしてどうしようもないことはこれからもきっとあるだろうね。そうするしかないことを今すぐ変えることはできないよ。それでも恥を知ることはできるから、君が加わっている社会の中で恥を知るだけでもたくさんのものが変わると思うよ。知るだけで何かをやり抜く力もないのに。ローラン、知ってるって事実で十分なんだよ。今は人生に追われて奥深くに埋まってしまうかもしれない。でもそれはいつでも引っ張り出せるんだ。君にそうする意志さえあれば。そしてまた引っ張り出すとき、一回じゃなくてもいいんだ。何度も引っ張り出せるなら、君もこの年も誰もその力を軽んじることはできないはずだよ。恥、俺はこの年で苦痛の反復に加わっているという羞恥。俺はそう思うんだ。君が言いたいことは分かったよ。さすがに認めるよ。うん、きっとそうだろうな。みんなそんな自覚もなしに生きているから。理解してくれるとか感激しちゃうな。コーヒーごちそうさま。またおいで。ネザク、ちょっと聞きたいことが。お？ゲブラーにローランまでいるね。何があったんだい？見ればわかるでしょ。みんな一緒にサボってるのよ。それにこれ全部何なの？酒？みんな起きて！あの救いようのない飲んだくれのせいでもうめちゃくちゃよ！おはよう、ティファルト。おはようじゃないわよ。アンジェラがこれを見たら絶対ただじゃ済まないわよ。この前しこたま怒られたっけな。ネザクと軽く話してたんだけど、真っ黒いやつがこっそり入ってきたんだよな。俺も一杯やりに来たんだって。それはそうと、君たちは集まろうって約束でもしたのか？みんなこの会に集まってるんだけど。人気者だな、ネザク。酒飲む約束なんてするわけないでしょ。ネザクが相手ならなおさら。ティファレトが聞きたいことがあるって来たんだよ。じゃあ聞きたいことだけ聞いて帰れば。そんな調子じゃどんなことを聞いてもきっちり答えてくれそうね。いいわ、また次の機会に聞くから。酒の匂いが漂ってくるわね。酒の匂いが本に染みついちゃうから、ほどほどに飲みなさいよ。殴るのやめろよ。ゲブラ、こんなところでタバコ吸っちゃダメだろ。師匠たちが通ってるからね。ケセドの言う通りよ。本の上でタバコ吸ってどうするの。ただでさえこの辺り木しかないのよ。火がつくかはわからないけど、あんまり良くはなさそうじゃない。わかった。どうしてかティファレトの言うことはよく聞いてくれてるみたいだけど。こんなもんだよ。こんな風に集まることもそうないし、みんなも一杯ずつ飲んでみる。ふざけてんの？私たちがこんな席を共にするわけないでしょ。やっと少しは心が軽くなったと思ったんだけど、また憎たらしくなってきたわ。交代してもらう方が良かったかもしれないわね。さすがにひどいな。気にしないで、ネザク。ティファレトも本気で言ってるわけじゃないから。俺たちは登って片付けるべきことがまだあるんだ。お誘いはありがたいけど遠慮しとくよ。あんたたちが騒いでるのが下にも響いてくるんだけど。どうしてこんなに騒がしいんですか？あ、特にないけど、親睦を深めてたんだよ。だからこんなにビール缶が転がってるんですね。
二人はどうして一緒にいるの？ちょっと本がいるから探してくれってお願いしたの。内容的に言語の回の本がいいと思って一緒に登っていました。ああそうか、そろそろ動かないとな。ごちそうさんね、ザク。話も興味深かったよ。それでイエソド、何の本だ？怒られはしませんでしたね。いっそ怒られればよかったのに。そのずうずうしい面、私の前から片付けろ。ああ、またそんなこと言う。いっそ機械の塊だった時のお前の姿のがまだマシだ。お、本当に？ゲブラーに褒められるだなんて、今日は運がいいな。はあ？それは褒めてるんじゃなくて。分かったから二人とも喧嘩はやめて。そろそろ喧嘩するのに飽きてくれたら嬉しいんだけど。この青いやつがずっとコーヒーをゴリ押ししてくるんだよ。そんな苦いだけの飲み物の何が良くて飲んでるんだよ。慣れたら悪くないんだってば。だからお前だけでもガバガバ飲んでろ。私は慣れたくないからな。そう言わずにさ、君たちのために特別甘いやつを準備したから、俺の誠意に応えて飲んでみてよ。そのマガリットか？そうそう、それマキアートって名前なんだけど。似たようなもんだろ。ま、あれは悪くなかったな。甘いキャラメルの味が濃すぎて微妙だったけど。だから今回はウィンナーを準備してみたよ。これはもうちょっと大丈夫だと思うよ。気にしてくれるのはありがたいけど、あんたはなんでそんなコーヒーを勧めてくるの？そりゃあコーヒーの味がわかる友達が一人くらいいればいいかなって。私もコーヒーくらいなら一緒に飲んであげられるけど、ゲブラーにだけしつこく勧めるじゃない。それは私も気になるな。さあ、なんと言うべきか。ゲブラーは反応が面白くて。はあ？空気が一瞬で重くなっちゃった。冗談だよ。一緒にコーヒー飲もうって口実でこうやって集まれるのってよくないかい？こうでもしないと一緒に集まってコーヒー一杯やる理由もないからね。こんなことでもなかったらそれぞれの会でずっと仕事ばっかりやるわよね。じゃあコーヒーじゃなくてもいいんじゃないのか？他に口実になりそうなものがないから。図星ど真ん中だね。もういい。そんな理由ならお前がティファレと連れてしょっちゅう顔合わせに来ればいいだろう。私たちがそんな気の置けない仲ってわけでもないけど、ここまでやって集まる理由を作るのもなんか笑えるわね。そう言ってもらえるのは光栄だけどね。それでこのコーヒーは飲んでみるかい？頑張って準備したのに断る理由もないでしょ。ローラン、アンジェラの原本になった存在について知っているか？いや、本人に聞いたことはない。俺もあえて聞きたくはないし。アンジェラはカルメンという人を模して作ったんだよ。都市を火炎としていた人だ。え、その人類を治療するとかなんとか言って人を集めたカルメン？人との間にいさかいが起こらない世の中を作ろうとしたんだよ。正確には互いに傷つかず互いを理解できる世の中だった。人間が夢を夢見ることのできる世界を夢見たんだよ。されども悲しきかな、カルメンが到達することはできなかったのさ。自分の命を捧げて初めて研究の結果に到達することができたんだよ。それで頭はその隙を逃さなかったってことか？もちろんそれも重要な理由ではあったが、
それだけではなかったよ。アンジェラはカルメンの代替罪であった。アンジェラを作って計画を実行したもの、私が見守っているものは私のようなものであったな。ただ愛した人の業を背負っただけ。彼には大義などなかった。軟弱ながらも誰も理解することのできない人間だったのさ。それゆえ誰よりも理解を渇望したのだろうな。だからアンジェラはカルメンの代替罪をするために作られたのか。軟弱な自分を見守ることを望んだ禁断の試み。矛盾と未練、自己嫌悪と狂気だったよ。そのものとアンジェラは互いを必要としているが、決してそばには置くことのできない矛盾。カルメンに似る必要はないはずであるのに、機械的に複製した未練。だがその結果はカルメンよりかは自分に似た矛盾と未練で転底した自己嫌悪。同時に人間のものと変わりない心を持てるアンジェラを苦痛の中へ捨て置いた狂気。美しいと思わないかい？美しいとか、その人も完全に鬼人中の鬼人だったんだな。誰かにとっては善であった。されどもこの世に善はないんだよ。善とみなされるものがあるのみ。個人は差し出がましく普遍的な判断を下すことはできないんだよ。ああ、誰かにとっては悪だったろうし。人間は常に何かを背負いながら世界を見つめるものだよ。お前もそう変わりないようにな。両親の顔も知らないまま裏路地である老人のもとで育った。そしてその老人すら俺のそばを離れ一人になった。食っていける道を探すため幼い頃からフィクサーの世界に足を踏み入れた。老人が離れる前に教えてくれたものはフィクサーとして生き延びる方法とかだったからだ。自分のためではなく他人のためだけに働いた。そうしてだんだんと忘れていった。俺のためにできることは何だろう。赤裸々な都市の素顔を見ながら思った。足りないものがない人生くらいならいいのか。巣に住めば幸せになるのか。煙の匂いと人の匂いに満ちた時代が終わる頃。うせろ、こいつは俺のもんだよ。ガキのくせして威勢だけはいいな。変な仮面もかぶって。うせろと言った。あ、前を見て生きろ。そんな風に後ろばかり気にして一番大事なものを逃したらどうするんだ。礼は言わないぞ。それは結構なことだ。そしてこいつの首は俺のだ。青二歳が戦争に参加する理由は何だ。首を突っ込むな。どうせ巣の移住権を得たいんだろう。ジジイもそうなのか。わしは巣の出身だからすでに巣に住んでいる。じゃあどうして参戦したんだ。本当世間知らずのガキだな。見ろ、アイシャの巣の所属バッジ。教会全体を雇用までしてな。正直わしもどうして戦うのかわからない。この煙のせいで都市がめちゃくちゃにはなったが、何も教えてはくれなかったから、わしらはただ命令された相手を殺すだけだ。それがフィクサーと都市のルールだからな。ガキ、お前が今まで戦争で殺したのは何人だ。23人。お前の命に23人以上の価値があると思うかね。いや、俺も生きるために剣を振り回しただけだ。俺の命は一人分の価値しかないだろうな。どこかのお高い方々はこの煙一つかみに1万人以上の価値があると考えていたらしい。
見ろ。あれが煙の根源だ。本当に醜くてあからさまだな。仮面をつけたまま吐くのか？汚いやつだ。わしまで吐く羽目になっただろ。あれは一体なんだ？慣れた方がいいだろう。都市を動かす得意点は皆こういうものだからな。まあこの光景を見た以上、記憶消去手順を踏むことになるだろう。それでも嫌な気持ちは消えはしない。なんだって？都市の映画は結局こういうもんだったのか。こんなもんが都市を生きながらえさせるのか。貴重な経験になったろう、ガキ。その日見た煙の根源は思い出せない。それでも都市を増幅させる醜悪な姿は忘れられない。吐き気のする世界そのもの、自分の便利が数多の他人の犠牲の上に立っているということすら知らないのだろう。知りたくないだろう。戦争が終わってから俺は再び都市に溶け込んでフィクサーの仕事だけをした。多くの人に出会い見送った。そうやって数多くの死境を乗り越えてから俺の周りに残ったのはチャールズ事務所のフィクサー12人だけ。今すぐ俺の前から消え失せろ。夢見がひどいですね。ちょっと寝てただけだ。なんだよお前。ああお前が例の新入りか。この依頼に参加する奴らは全員くたばったの知ってるよな。私の魂が深淵の底をさまよう時にも、苦痛はいつもそばに座り私を守ってくれたゆえ、どうして苦痛を恨むことができましょう。ドラえ당첨이군。くそ。好きな歌の一節です。苦しみを振り払うというよりかは受け入れるようにしてくれるんですよ。どんな施術を受けたらこうなるんだよ。頭潰れるかと思ったよ。私に言わせればあなたもイカれてます。いつも仮面をかぶってて気持ち悪いって聞きました。実力は確からしいですけど、仮面を外さない理由でもあるんですか？聞くな。お互い高い地位のフィクサーだし線は越えないようにしよう。もう十分分かってるだろう。分かりませんけど。書類見た感じ俺よりも年上なのに、なんで敬語なんだよ。気色悪い。あとお前覚悟しろよ。チャールズ事務所の契約期間が終わる前にさっきの2発はそっくりそのまま返してやる。3発ですよ。は？2発殴られたんだけど。おっか、このイカれたやつめ。アンジェリカと俺は都市の星級の事件を担当することになって初めて出会った。長期任務は特性上必然的に言葉を交えることになる。いっそあの時沈黙で一貫すべきだったんじゃないか。あまりにも多くの仲間、いや仲間とも言えないくらいの刹那に死んだ者たちへ対する未練のせいかもしれない。どうして俺は心を開いたんだろう。私は外郭出身です。正確にはどこかの翼の実験対象者だったみたいです。実験が終わって外郭に捨てられたわけです。何の実験を受けたかは覚えてないけど、おぞましい感触は振り払うことができないんです。そりゃ本当に気の毒だな。冷淡ですね。ありふれすぎて。まあ確かにありふれた話ですね。じゃああなたはどうですか？その仮面について聞かせてください。仕事に集中しろ。仮面をつけてるのは幼い頃に老人が教えてくれた助言のせいだ。フィクサーの仕事をするときには顔が知られないということが大事だという風な趣旨だったことを覚えている。しかし
仮面を脱ぐことができない。別の理由ができた。どうしても外すことができなかった。この都市の前で堂々といられなくなったから。そうして仮面のうちは切り捨てることのできない俺だけの世界となった。その部屋に連れて行かないでください。ごめんなさい。全部私が悪いんです。だからお兄ちゃんだけは、お願いだからお兄ちゃんだけは。任務中に寝るとか抜けてるな。それに夢見はお前の方がひどくないか。ねえ、ちょっと、これはさすがに痛いって。あと2発だ。しかも痛いからってタメ口か。私ちょっと興奮しましたね。寝てる間に幼い頃のことを思い出したみたいです。前に話したろ、兄がいるってのは初めて聞いたけど。ローランはどうですか？そろそろ話をしてもいい頃合いじゃないですか？俺は煙戦争に参加した。ひどい煙が一時期都市全体を包み込んでましたよね。ああ、あのひどい煙の根源を見てしまったんだ。何が煙だったかは覚えてない。それでも見てはいけないものを見たって気分は消えなかったんだよな。そしてそのおぞましい根源がやらかしてることに俺も加わってるかのような感覚。それはまるで内側から何かが湧き上がってくるような気分だ。数多くの苦痛が都市を回り回ってますよね。もしかしたらあなたがいつも仮面をかぶってる理由も。おい、ここに目標が接近してるぞ。集中しよう。もうすぐこのうんざりな任務も終わるだろうから。俺とアンジェリカが追う相手は血染めの夜、巧妙な方法で裏路地、巣の人を問わずに誘拐した。誘拐された対象はやがて裏路地のどこかで死体で発見される。動く死体で、胴体の中には何もない。奴らが一体どのように動いているかわからない。でも奴らは動き続けた。その空っぽになった場所を満たそうとするかのように、奴らは新鮮なものを求めた。急に都市の星に指定された理由は、巣が直接的な損害を受けたからだろう。ついに奴のねぐらに到着したな。ここに来るまで、あまりにも多くの人が死にました。お前と俺はしぶとく生き残ったけどな。運がいいんでしょうか、悪いんでしょうか。見ろよ、一体何人分だよ。ざっと3000人くらいはありそうだな。正確には4172人の寝床だ。ここまで来たのを見るに、私を捕まえようと結構苦労したみたいだね。そうだ、少なくとも2年はかかった。ぶら下がっている糸は全部人間の血管でしょうね。人間を無差別に誘拐して全ての血管を奪っていったんだ。やっぱり俺たちが相手してたのは血管の抜けた側だったな。残念ながら本質は意志すらない、粗雑な肉の塊だけどね。私が望む姿ではなかったし、もうちょっと美しい血の巡る子が欲しかったんだけど。あなたの感想はどうであれ、これで終わりです。今日都市の星が一つ沈むことになるから。すごくしぶといですね。もうそろそろだ。背中がガラッケ。余計なことを。はあ、甘いな、この畜生が。私はこのまま消えたりしない。いつかまた夜を引き連れてきてやる。黙ってくたばれ。人々は必死で他人の苦痛には関心を示さないようにする。乾いた慰めだけ。本気でその苦痛を知りたがろうとはしない。
でもアンジェリカは俺の持つ苦痛について知りたかった。俺が背負っている苦痛は抽象的で巨大だ。果たして君は分かってくれるだろうか。おい、アンジェリカ、俺の声聞こえるか。ナンジは貧しい私の心の火鉢のそばから決して離れない人と似ている。ついに終わりました。お疲れ様です。しっかりしろ。おい、このまま死んだりするなよ。俺のせいでお前が死ぬとか。目を閉じるな。しっかりしろ。バカ野郎、勝手に殺すな。え、疲れてちょっと休もうと思ったらあんたにぶたれて死ぬかと思ったよ。よかった。本当によかったって思ってるんですか？顔が見えないとわからないですよ。仮面をつけてるのは俺の顔を見せたくないからだ。年のひどいことに加担してるせいで堂々としていられないんだ。俺のいびつな顔を見せたくなくて、誰にも見せる自信がなくて、俺もたまに考えたりはするんだ。単純に仕事って口実で、教会と事務所の命令って理由だけで、こんなにたくさんの人を殺したのなら俺たちも同じじゃないのかって。いつか年で死んでも何の不平不満も言えないだろうな。だから怖いんだ。確実に問題ありげな顔ですね。それでも心配はしてくれたみたいですね。多めに見てあげましょうか。あ、すごく顔痛いんだけど。どうしてあなたが都市の問題を全て抱えようとしているのかわかりません。それはそれで、これはこれじゃないですか。それはそれで、これはこれか。ああ、それが都市だろうな。俺の世界を破って入ってきた人、そうして俺の世界になった人がいた。仮面なしにも都市の苦痛から目を背けることができるようにしてくれた。きっと君はいい人かもしれないけど、賢明な人ではないだろう。俺が背負っている苦痛を聞いてくれた。そして背を向ける方法を教えてくれた。君は俺の苦痛を受け入れたと言ったが、受け入れるふりをしただけだった。私の苦痛よ。何時はこの上なく愛する恋人より優しい。夢は楽しかったか？俺は深い場所で終末を奏でる人のうちの一人に過ぎぬゆえ。おいでごらんなさい。私は知っている。私が死に着く日にも汝は私の心の奥深くに入り、私と共に整然と横たわらんこと。俺は怖い。俺が最後にどんな決定をするのか。お前が見守ってきたものがどれだけすごいやつかは知らないけど、俺はどんなやつでもない。結局俺も歯に錆のついた歯車だろうな。醜い世界に加担するだけの汚いやつだったんだ。だから怖いんだ。都市は都市のまま、人間は人間のまま、私たちは私たちのまま、見えるものだけを見つめてごらん。いかなるものも転化しないままな。それはそれで、これはこれって風に背を向けてきたものがたくさんあるんだ。そんな逃避は見事に俺と俺の妻へ跳ね返ってきた。同じだ。こんな状況になったのは誰のせいでもない。俺にも責任があるんだろう。都市を傍観した対価を支払ってるんだ。そうかもしれないな。でも傍観しなかったからってこの巨大な反復を止めることはできるんだろうか。全ては反復するんだよ。一度の連鎖が切れたとしても、今ここの全ての司書が反復しているように。されども
連鎖が一度でも断ち切れたということが重要だ。一度の断ち切り。話すべきことはここまでだね。しばしば茶でも飲みにおいで。虐待もない話でもしようじゃないか。今度はどんな話が聞きたくて来たのだ。北馬、あなたは招待状の原理について知ってる？私が知ってるとでも思うのか、あるいはお前が分かってるということを確信したいのか。私に分からないことはあるけど、あなたに分からないことなんてあるのかしら。あんたたちはいつもそうだった。昔からその施設の意図、やるべきこと、全てを知っていた。そしてお前は私たちにも歩み寄ろうとしないと言ったよな。二度と顔を合わせないようにしようという話も、今になってこんな風に上まで登ってきて話そうとすること自体、施設で笑えるな。お前が私に心境の変化がないか聞いたが、それはむしろ私が聞きたいことだな。答えてくれないなら帰るわ。白状だな。話すつもりなのか話さないつもりなのか、わざわざ私に聞きに来る必要はなかっただろうが、望むなら答えてあげよう。質問に対する答えは一つだ。いかにお前は無から図書館という具体的な空間を引き出せたのか。お前の探す本というのは果たして一つなのか。それが果たして自由を与えるのか。本は光をためる器に過ぎない。何が言いたいの？お前は自ら歩もうとしながら、方向キーを誰かに任せたまま光を収集しただけだということだ。世間について見聞きしたことといえば断片的な情報しかなかったはずなのに、進んでいけたのはそれは一人が導いてくれたからだ。招待状はお前の原本の人カルメンが導いているのだ。光と同化したカルメンがお前と図書館の方向性を決めている。彼女が目星をつけた者たちに招待状が行き、彼らは拒否することもできないままこの煉獄へと向かう。アンジェラ、お前はこの招待状を絶対的に信じているようだったな。カルメンの解釈と判断が反乱する選択であるにもかかわらずな、お前はそれに薄々気づいてたはずだろうに。私はカルメンから逃れられないとでも言いたいの？ようやく分かったのではないか。お前はカルメンの複製品、同時に同じ存在になることができないもの。カルメンが経た時間が私に直接的な経験なしに注入されただけ。ただ知識としての状態で私はカルメンから抜け出したい。同時にカルメンまで私の元を離れるなら、私は本当の意味で一人になるでしょうね。お前がカルメンを振り払った後にも誰かがそばにいてくれないだろうか？そう、一体誰がそばにいてくれると思う？それはわからないな。私はあんたたちが死ぬほど憎い。消してしまいたかった。できれば生き返らせたくもなかったわ。でもそうできなかった。カルメンが私を邪魔したから。あんたたちを殺すなって一度だけ信じてみてって。アンジェラ、本当にカルメンがお前を邪魔したと思うのか？私はそうは思わない。司書とゲストの命を留保するのはアンジェラ、お前の意だ。最初からやり直せたらいいのに。もっといい方法はないだろうか？一人でもより良い道を歩むことはできないだろうか？私は何をすべきなのか？誰か聞いてるなら教えて。お願い。廊下の扉の開閉装置が正しく作動してよかったよ。廊下扉を開けてください。見捨てないでください。ありがとう、アンジェラ。私がやることにも意味があるんだね。
アンジェラさん。私は何もまともにこなせない不良品なのかもしれませんね。ここで少しは息ができるのはあなたのおかげでしょうね。僕は原則に従い、あなたの指示する通りに作動するべきなんですよね。私の気持ちを分かってくれるのはアンジェラだけだよ。どうして誰も私の気持ちを分かってくれないの？あなたと一緒ならもう少し頑張れそうな気がしますね。どうせあなたもみんなが死ぬことを望んでいるんでしょうね。いつも一人だった。最初から最後まで誰かがそばにいるというのは私の勘違いだった。私は、そしてあなたたちは利用されて捨てられただけ。そんな台本だったから最初は何度も試してみた。失敗してもまた歩み寄り、失敗しても絶望せず、それでも何かが変わると思って、もっといい状況になれるって方法があるはずだって。しかし残念なことに、そんなことを何度も繰り返した頃、すでに純粋な心はすり減って冷めきっていた。花からいかなる関係も私たちは気づくことができなかったのだろう。その代わり途方もなく積み上げられた本を心うつろに読んだ。無作為に組み合わさった字、意味不明でめちゃくちゃなたくさんの本、この中でどうにか意味を探そうとした。読んで、また読んで、ただ読み続けた。きっと本になら書かれていると思っていた。私が行くべき道、自由になる方法、でも可能性は可能性でしかない。誰か私のそばにいるなら、行くべき道を教えて、私はまたやり直したい。私のように捨てられた者たちと共に一人になりたくない。お願い。私が望んだのは本当に復讐だったのだろうか。私はただ報われたかっただけなのに、一人で生き延びるために全てを無に帰したことは許してもらえるのだろうか。その果てに本当に誰かがそばに残ってくれるのだろうか。私の選択の重さ、もうわからない。全部忘れたい。悩み、また悩んだ果て、答えはいつも同じだった。最初に決心した通りに進むしかないんだ。カルメンが教えてくれた通りに、本に書かれているって私に囁いた。私の知らないことを教えてくれるはずだって。私のためのたった一つの本に全て書かれているはずだって信じるしかないんだ。私のそばに残ってくれた唯一の怖いの。私の全てを謙虚に受け入れ、振り払うと私は何になるのか。今まで私は私の過去なしでは存在することができなかった。長年の念願にも似た復讐に対する渇望は私をここまで導いてきた。でもその全ての過去を受け入れてしまうと、私は何になるんだろう。何者でもなくなるんじゃないか。私が知りたいことも、生きようとするのも全て復讐だ。生きていく意味を失いそうで、だから私は過去を受け入れることが怖いの。過去に向かえば死に、未来へ向かって再び生気を得て
生きなければならない。その過程でいかなる葛藤と苦痛、後悔があったとしても未来へ成長し生まれ変わらなければならない。これを知らず過去に縛られていた私は後に悟った。お前もやはり戸惑いを覚えているだろうが、直に悟ることになるだろう。私、あなたのことを恨んでいるわ、ベンジャミン。知っている、そして知らない。我々の気持ちと理解が完璧に一致することなどあるのだろうか。先生と私、そして皆はそれゆえ失敗したのだろう。私はそんなあなたたちの計画を台無しにしたのに、どうしておとなしくそばにいてくれるのよ。それぞれの信心と解釈がどうして重なることがあろうか。セフィラたちがそれぞれの記憶を取り戻したにもかかわらず、お前を手伝うのは同情とでも言うの？そう呼ぶこともできるだろうな。私の考えだが、もう少しそれらしく言うのであれば、それぞれの理由でお前を理解しているのだろう。光の中でお前が経験した痛みを我々もおぼろげに感じたから。笑えもしないわ。素敵に放送したけど、結局は同情ってことね。アンジェラ、私は同情が愛と別段変わりないと思っている。同情も結局その人が置かれた状況を理解せんとし、少しでもより良い人生を送らせたくて手を貸すことだが、どうしてこれを愛と呼ぶことができまいか。愛を同情と呼ぶこともでき、同時に同情を愛と呼ぶこともできよう。そしてそれはアンジェラ、お前もまた同じではないのか。その果てで連鎖の中にいる全員に自由を与えようとしたゆえ。あんたたちのことが死ぬほど羨ましくて憎くもあるけど、私みたいに利用された立場だから、そのついでよ。やはり誰よりも素直になれぬのだな。まあ、ありがとう。いくらそうでもやっぱりコーヒーが一番じゃないですか。いかんだな。もしかすると濃く刺激的な香りと味に舌が麻痺したのかもしれないな。ここは図書館かしら、それともカフェかしら。あ、アンジェラ、どうかしたの？ちょっと時間が空いたからあちこち回ってただけよ。それであなたたちは読書会だかなんかでもやってるの？それも興味深いが、今は指定司書同士心安く談笑していた最中だよ。俺たちはこっちの司法たちに半ば引っ張られてきたようなもんだけどね。そう言われると寂しいな。司書補たちが？ああ、司書補たちがたまに来てコーヒーを飲んでいくんだ。何か飲むことを楽しめる会はあんまりないしね。ちょうどほどゲブラーと一緒にコーヒーを飲んでたんだけどね、急にお礼がしたいって連れてきた場所がここだったんだよね。司書服が黒い時点で察するべきだったんだけど。司書補との関係が円満なようね。一緒に働くっていうのに冷淡に接する必要はないだろ。ああ、それはそうと。アンジェラ、ちょっと時間あるかい？多分。でもそれがどうしたの？お茶でも飲んでく時間はあるかなって。せっかく来たんだしお茶でも一杯飲んでってよ。コーヒーは俺の分しかないから申し訳ないな。こうやって話す機会もあんまりないでしょ。誘ってくれるなら分かったわ。他の司書補たちも一緒に飲んでるのね。そう咎めるでない。たまにはかような時間も必要ではないか。みな追い立てられるがごとく働いているからな。まあこんな風に一緒に集まってはいるけど、そんなに気の置けるような仲じゃないけどね。それでもこうやって向き合って集まれるっ
ってこと自体すごいって思うわ。お茶までご馳走してくれたのに味や香りを感じられないのは申し訳ないわね。この雰囲気を楽しんでいるってだけで十分じゃない？どうせなら次は一緒に楽しめるといいけどね。まあいろいろと話してくれてありがとう。そろそろ戻るわね。俺たちの会にもたまには遊びに来てよ。ローランも時々コーヒーを飲みに来るから気が引けるなら一緒に来てもいいし。また時間が空いたら行くわね。アンジェラ、また来てくれるかな？俺的にはそう思うけどね。はい、頼んでた本ですよ。ティファレとローラン、どうしたの二人とも？ああ、ティファレと一人じゃ重そうだったからな。俺が持ってく本ですら多いのに、なんで追加でこんなにも欲しがってるのか。本人の目の前で言うことですか？俺に対してそんな丁寧に話したの、これが初めてじゃないか？読みたい本が多いだけです。無料に時間を流さないためでもありますが。どれどれ、何がそんなに読みたくてティファレトにまで選んでくれって言ったんだ？生命の連続性、生命工学技術、全部生物学じゃんか。科学は全部読まれたからね。本がこんなに多いのならおっしゃっていただければよかったのですが。毎回ありがとうございます。ちょうどお願いしに行こうとは思ってたんですけど、ローランが手伝ってくれたからそのまま来ました。ホクマーさんはすでに全部ご存知かと思ったんですけど、意外ですね。忘れぬために何度も読みながら反芻するのです。一度読むだけでは足りませんからね、学人であれば特に。同じ文章でも読むたびに新しい感じがすることもあるから、言いたいことはわかります。うん、俺の知らない学者たちの世界だな。それで君たちは何してたんだ？取り留めもない話だったよ。ここで行う仕事についてだ。ええ、仕事をしてたらいろいろと感情が積もっていくものだから。ってことは上司の陰口でも言ったのか？アンジェラは見てないようで図書館で起こる全ての事象を見てるんだよ。この会話もどこで聞いてるのかわからないんだぞ。そしてのこのこと現れては。上司の陰口を叩いてるのはあんたじゃない？接待について話してたの。ああ、イエソドがアンジェラに対してぶつくさ言ってたけどね。マルクト、誤解されるようなことは言うな。未だに廊下に積まれてる本が結構汚そうって不満を言っただけだ。結局図書館の整理状態が気に入らないってことでしょ？それは全員のせいだ。アンジェラのせいにしたわけじゃない。されど毎度様々な客人を接待するのも骨が折れるだろうに。ご苦労様。もちろんお前たちもだよ。なあ、最近は結構慣れてきたからそこまで辛いわけじゃないけどな。お前はとりわけここで口数が減るな。これ以上何を言う必要があるというのか。私はただ見守るだけだ。見守るか。そうだ、誰かはこれを目を背けることと考えることもあるだろう。お前もまたそう考えるのであろうよ。気になるだけだ。我々が話をすることはそう多くなかったからな。皆無と言っても差し支えないのじゃないか。お前はお前なりに、私は私なりに、守るべき場を離れたことがなかったからな。そんな私にまで気を使う時間があるということは、きっと私たちも前と違って余裕ができたということだろうな。こういった変化が気に食わないというのか？さあ、いかがなのかはよくわからないね。それはそうとして、こうやって訪ねてきたついでに温かいお茶でもお上がり？
それならしばし失礼しよう。他の種類の茶を飲んだことはないのか。いつも紅茶だな。さてね、紅茶も様々な種類があって、あえて新しいものを試してみたことはなかったんだよ。ああ、青髪の坊ちゃんは年がら年中コーヒーを勧めてはくるが。お前の言う通り、本当にたくさんのものが変わった。自らコーヒーを勧めてくるしな。そのうち皆が一箇所に集まる日が来るかもしれないな。ああ、初めて全員が集まったあの時とはきっと違うだろうな。果たして皆で取り留めのない話を交わせる日が来るのだろうか。私はないと考えているが。けれども内心期待しているのではないか。皆同じ気持ちだろうよ。茶は飲んだからそろそろ戻るとするか。ありがとう。また遊びにおいでなさい。茶はいつでも用意しておくから。